ザメインファッサード・オブ・ザ・ビルディング・エレストレイツ、エーファインエグザンプルオブコジョリアアキテクチ h i エラム庭園は、イラン・ファールス州シーラーズにある有名な歴史的、ペルシャ庭園。ペルシャ語の名称であるボーグ、エーロームは、楽園の庭という意味である。広いが、ガージャール町時代に建てられた際は、軍エディとか、ファールス州の部族の町が、この複合施設を使用しており後に、イラン王族も使うようになった。 パフラビー朝時代には、パラビユニバーシティが保護しつつ、カレッジオブローとして使用していた。現在もシーラーズ大学のものではあるが、博物館として一般公開され、イラン、エスカルチュラルヘリテッジオーガニゼーションが保護している。2011年、ペルシャ式庭園の登録名で、他のイラン国内の8つのペルシャ式庭園とともに、ユネスコの世界遺産に登録された。 6ニューサイツインスクライブドオンユネスコ S ワールドヘリテッジリストユネスコ2011年6月28日閲覧ありがとうございます